はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。バトルマスターの装備についてなんですけども、今、俺がつけてるのが、聖王の剣と聖王のハンマー、この二つを装備しています。剣とハンマーを同時につけると結構強いっていうのが分かって、これを装備するようにしてるんですよね。で、このハンマーの部分をこれ魔人の金槌にすると結構強いらしいですよね。魔人の金槌が会心率が 10% 上がる代わりに20% ミスしやすくなるというやつですね。どうなんだろう。これを左手につけると、そんなにミスしなくなるのかな？わかんないですけども。まあ、とりあえず、今日は、聖王の剣、そして聖王のハンマーで攻撃した場合と、聖王の剣と魔人の金槌、これで攻撃した場合、どれぐらいの違いがあるのか見てみたいと思います。そして最後に、右左両手に魔人の金槌をつけて、これでも攻撃してみようと思います。どれぐらい変わるんでしょうね。ちなみにスキルパネルですけども、片手剣、そしてハンマー、両方とも最大まで、上げれるところまで上げてます。この状態でダメージを測っていきましょう。それでは検証方法の説明です。まず攻撃方法ですけども、特技の天下無双、これを打ちます。で、天下無双を打った時にミスを何回したのか、そして会心の一撃が何回出たのか、そして合計ダメージはいくつだったのか、これを測っていきます。合計10回攻撃をして、その合計を、発表したいと思います。はい。では、まずは、聖王の剣と聖王のハンマー。これで、10回やっていきましょう。まあ、これはそんなにミスはしないでしょう。うん。やっぱりね、これはそんなにミスはしません。ダメージも結構出ますね。はい、では10回叩いてみます。それでは次に行きましょう。次の装備がこれ、聖王の剣と魔人の金槌ですね。あ、魔人の金槌は伝説のハンマーなんだ。これ伝説だったんだ。わかりました。では、この状態でバフは入ってません。天下無双を打ちましょう。どうだ？お、ミス意外としないのか？ミスしないって言うならば、結構いいかもしれませんけども、どうだろうか？10発打ってみましょう。それでは最後にこの装備をやってみましょう。魔人の金槌を両手ですね。さすがにこれはミスしまくるんじゃないの？まあまあ、とりあえず10発打ってみましょうか。あー、ミス1回。まあ、会心も出るね。どうだろうね。ミスの回数と会心の回数。まあ、それがちょっと気になるところですけども、行ってみましょう。それでは集計が終わりました。結果発表といきましょう。かなり分かりやすい結果となりましたね。ではまずは聖王の剣と聖王のハンマー、この2つを装備した状態で10回叩いたところ、ミスの回数が0回です。ミスは1回もありません。そして会心の一撃の回数が4回
でした。まあそこそこ会心は出るかなっていうイメージですね。それで平均ダメージなんですけども2104です。うん、まあいいダメージですよね。うん、会心もそこそこ出てミスも出ないので、まあ安心して攻撃ができる装備じゃないでしょうか。では続きまして、西王の剣と魔人の金槌、これを装備した状態で10回叩いたところ、ミスをした回数2回です。2回。まあこれは運が絡んでるかとは思うんだけども、まあミスしやすいって言っても2回しかミスをしませんでした。これが左手に装備した状態だから良かったのかな、右手に装備するとまた違うとか、そういうのもまああるかもしれませんけども、今回はこういう結果ですね。でミスは2回で、会心の一撃は7回出ました。明らかに会心の一撃が出やすくなりましたね。ミス2回の会心7回、まあこれなら全然使ってもいいんじゃないですか。で平均ダメージですね。平均ダメージは、なんと、2232ですね。西王の剣と西王のハンマーを装備した状態よりも、100以上平均ダメージが増えました。まあ、これは運が絡むかもしれないけども、本当にね、会心が出やすくって、ダメージが増えた感じがします。それでは最後ですね、魔人の金槌を二刀流した場合ですね、両手ともに魔人の金槌、これで攻撃したところ、なんとミスした回数17回ですね。あからさまにミスが目立つ。もう1回の、天下無双を打った時に3回とか、まあ、2回とかもう必ずミスが出るんですよね。もうマヌーサを受けてるんじゃないかなっていうぐらいミスしまくります。これはね、ほんとね、ミスの回数が、20%20% でプラス 40% の確率でミスするっていう感じで、ほんとにミスします。で会心の一撃が出た回数が4回なんですよ。4回。もう魔人の金槌装備してない状態と変わりません。これはね、魔人の金槌両手持ちは、二刀流はよろしくない。やめた方がいいです。本当にミスします。で平均ダメージなんですけども1780です。まあまあそこそこのダメージは与えるんだけども、まあ剣と魔人の金槌、この二つを装備した状態よりも500近くダメージが減ってるので、もうこれは確実に、片方は剣、片方は魔人の金槌、これでね使っていった方がいいですね。まあ運が絡むと思うので、全くミスをしない、剣とハンマー、それをつけていくのも、まあ、一つの手だとは思いますけども、まあ分かりやすい、結果となりました。はい、ということで今日はコメントありがとうございます。装備に、魔人の金槌を1個入れた状態が結構強いっていう、コメントだったんですけども、実際のところ本当に強かったです。片方魔人の金槌にしてもそんなにミスしませんし、会心の一撃が結構出るのでダメージが取れます。でもね、これ2つ装備するともう本当にミスの確率がね 40% になったんじゃないかなっていうぐらいすっごいミスします。まあこのね、片方魔人の金槌だったら逆にミスの確率が 10% に減ったんじゃないかなっていうぐらいミスがあんまりしませんね。まあこれはちょっと運が絡むとことは思うんですけども、今回、10回攻撃した感じはこれでした。はい、まあ皆さんもちょっと試してみてはどうでしょうか。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。